平野紫耀ダンス動画825万回再生突破。アーティスト活動10月以降開始。人牛自由たコメント、熱烈なファン支持個人事務所設立、家族関与。日本のエンターテイメントシーンにおける注目の敵、平野紫耀。かつて、キングプリンス以下、キンプリの一員として華々しい活動をしていた彼が、 8月27日、自身のインスタグラムで初めてのダンス動画を公開し、その反響が825万回再生を突破しました。今回の記事では、この驚異的な人気を持つダンス動画について詳しく探求し、平野仕用の未来に迫ります。ダンス動画の成功。平野のダンス動画登場。 8月27日、平野耀は自身のインスタグラムアカウントを更新し、初のダンス動画を公開しました。この動画は上下スウェットにキャップ姿の平野がダンススタジオで踊る様子を収めたもので、その投稿からわずか数日で825万回以上の再生回数と4万8000件以上のコメントが寄せられました。人牛自由多のコメント。 動画に対しては、元金プリのメンバーである神宮寺ゆ太からもコメントが寄せられました。神宮寺は、俺撮るの上手じゃないとコメントしこれに対して平野はさすがですと、返信。このやりとりから、動画の撮影者は神宮寺自身である可能性が高いと言えるでしょう。ファンからの熱烈な指示。このダンス動画に対するファンからの反応も非常に熱烈で、 コメント欄には、ダンス動画を出してくれるとか、オタクの需要分かりすぎてるよ。早く会いたい、といった好意的なメッセージが殺到しています。29日の時点で再生回数は825万回を超え、コメント数も平野のインスタグラム初投稿への書き込み数に迫る勢いとなっています。ダンス振付師厚志氏の関与厚志氏からの感謝の言葉。 この動画で披露されたダンスは、ダンサーアツ氏による振り付けのようです。アツ氏は、自身のツイッターで、最高にかっこいいありがとうございました、と平野に感謝の言葉を投稿しました。アツ氏のインスタグラムには、同じ振り付けを用いたダンス動画が複数公開されており、ファンからは、コラボが見たい、といった要望が寄せられています。個人事務所の設立について、 株式会社仕様と株式会社愛の設立。さらに、平野仕様についての関心事は彼の個人事務所にも及びます。7月7日に、飛べ入りを発表した平野は、所属ではなくエージェント契約を結ぶと噂されていましたが、同年18日に株式会社仕様、19日に株式会社愛という新しい会社が設立されたことが報じられました。 興味深いことに、これらの会社の登録住所が、平野が通った愛知県名古屋市のダンススクール、ファンクキット、と一致しているため、ファンからは平野と神宮寺の個人事務所ではないかという注目が集まっています。株式会社 RM ブラムとの関連。さらに、平野の弟であるクさんが代表を務めるアパレル会社。 株式会社 RM ブラムも同じ住所に登録されています。これにより一部週刊誌が平野の個人事務所に神宮寺も所属すると報じたこともあり、今後の展開が注目されています。母親の関与、一足先に設立された株式会社仕様には平野の母親も取締役として名を連ねており、 彼女の意見が平野の活動に影響を与える可能性も考えられます。アーティスト活動の幕開けは10月以降かトベとの未来。トベ所属となった平野仕様には音楽活動のスタートが待たれていますが、現時点では具体的な情報は発表されていません。一方で、9月末でジャニーズ事務所を退除する元金プリの岸優太が、 平野と神宮寺との合流が噂されています。ハイブコーオップのデビュー話。一部の報道では、平野紫洋が韓国の大手プロダクション、ハイブからソロアーキストとしてデビューする話も取り沙汰されましたが、最終的には平野は神宮寺や騎士と共にトベを選んだとされています。アーキスト活動の本格的なスタートは、おそらく10月以降になるでしょう。結論。 ヒラの仕様のダンス動画が爆発的な人気を集め、彼の今後のアーティスト活動に期待が高まっています。また、個人事務所の設立や家族の関与など、彼のキャリアの舞台裏にも注目が集まっています。ファンやエンターテイメント業界は、ヒラの仕様の新たな一歩に胸を膨らませており、彼の未来がどのように展開するのか、 今後の動向は非常に興味深いものとなるでしょう。